1994年8月8日は、ロシア帝国モスクワ出身の小説家、劇作家である。1922年に、森の守を、主人公にした怪奇幻想文学的な短編小説、ブル類画を表して、小説家デビューし、1924年に表された、平凡人の死は、同国出身の小説家、キョードルドストエフスキーの影響を受けているとして、 レオーノフは20世紀のドストエフスキー内し、ドストエフスキーの後継者と評されている。また、アイボリット先生の生みの親として名高い、同国出身の文芸評論家、コルネーチュコフスキーは、レオーノフを彼は私的な性質を持っている。一言で言えば彼は典型的なロシア人だと評した。日本ではロシア文学者の原拓也が、 精力的にレオーノフの作品を翻訳し、かつて修営社や岩波書店から役所が出版されていた。1899年5月31日、ロシア帝国のモスクワに農民出身の詩人で出版業を営む父マキシム・レオーノフのもとに生まれる。しかし1905年にマキシム・レオーノフは刺激的な作品を出版したため逮捕され、1910年に アルハンゲリスクに流刑された。なお、マキシム・レオーノフは、同国出身の作家、ニコライ・テレショフが創始した文学グループ、スリーダのメンバーであった。レオニードは何度かマキシムの元を訪れ、刑務所の面会などがレオニードにとって、後の作品を表すきっかけになる。1910年から1918年にかけて、モスクワ第三中学校に通い、10月革命の、 翌年である1918年に卒業した。なお、中学校在学中、レオニードが14歳頃の時に、ロシアの農村をイメージした詩を書き、父のマキシムが刊行する新聞、北国の朝に発表していた。医学を学ぶべく、モスクワ大学に入学しようとするが、面接試験で落とされ、続く、ストロガノフ芸術学校にも入学希望したが、 ロシア内戦の影響により断念を余儀なくされた。高等教育を受けることができなかったが、幸いにも、レオニードのおじの部屋を曲がりすることができ、隣人であったバシーリエフという職人の下で働くことができた。1920年、赤軍に従軍し、南部戦線の戦闘に参戦した。また、従軍記者として、赤軍の機関士、赤軍兵士にルポルタージュやし、 評論などを書いた。1921年に復員され、本格的に小説家として、執筆活動に専念するようになる。翌年の1922年には、森の守を主人公にした怪奇幻想文学的な短編小説、ブル類画を表して文壇に登場し、当時の批評家に注目された。武類画のほか、1923年に表された、木の女王など、 1920年代は主に短編小説や中編小説の刊行が顕著であった。1924年に表されたロシア内戦時代の農村の階級闘争を書いた最初の長編小説アナグマで人気を博した。続く1927年に表されたレオニードの代表作である長編小説泥棒はネップ支配下で元赤軍の政治委員。 道壁エクシンが理想を失い、泥棒の狩猟になるまでを書いた革命とナショナリズムを追求した作品であったが、鋭い批判が目立ったため長らく禁書や絶版扱いされ、約30年して、スターリン批判後の1959年に大幅に過失して再発表された。1920年代の作風は、ロシア内戦の復興期から社会主義建設時代にかけて、 階級闘争が激化していたのを、会議的に思い、ペシミズムや大敗的なロマンティシズムの作品が目立った。しかし、同国出身の政治家、ヨシフ・スターリンが政権を掌握し、社会主義の時代が訪れると、社会的要求から外れた作品を表すと通列に批判されるため、1930年には後、可燃計画を取り扱った旧インテリゲンチャの生き方を、 鋭く病出した長編小説、装置を表して作風を変えていった。なお、1926年にタチアナと結婚し、二人の娘を設けた。翌年の1927年には、同国出身の作家マキシム・ゴーリキーに会うべく、ソ連とへ赴いた。1930年代前半は、装置や1932年に表された長編小説、 スクタレフスキーや1935年に表された共産党員の理想の姿を文学で表現した長編小説太陽への道など社会主義をテーマにした作品を表すようになる。1930年代後半は劇作家として戯曲に専念するようになり、1938年に表された戯曲ポロフチャンスクの果樹園や1939年に表された 戯曲、狼など12編の戯曲をこの10年間に書いたが、そのうち、狼と1940年に表された戯曲、吹雪は上演を禁止された。なお、吹雪は雪解け後の1963年に雑誌、旗で発表された。第二次世界大戦中の1942年には、大祖国戦争初期の敗戦時の戦士を書いた戯曲、侵略を表して、 翌年の1943年にスターリン賞を得た。余談だが侵略は1964年に第二版が表されている。また1944年には中編小説ベリコシムスクの占領を表した。1946年から1970年にかけて最高会議の大議員を務める。1953年に知識人の生き方を探ろうとする。 長編小説、ロシアの森を表して1957年には、霊人賞を受賞した。1961年には、ドストエフスキーの小説、罪と罰のパロディ版、SF 小説ともされるシナリオ文体の小説、マッキンリー氏の逃亡を表し、1963年に、エブゲニア、岩のブナを表した。1963年、日本の京都府修学院に訪れる。 1964年、モスクワ郊外の自宅で、石川敦志、安倍工房らと対談する。1967年に、社会主義労働英雄の英雄称号が授けられ、1972年に、ロシア科学アカデミーのメンバーとなった。1994年、1940年から、地道に執筆していた、小説、ピラミッドがレオーノフの死ぬ直前に公開された。 同年8月8日、満95歳で亡くなる。なお遺体は、のぼでびちぼちに埋葬された。砲題は、参考文献にあったものを記載した。日本語の役所があれば復帰した。ありがとうございます。